はい、どうも、パン長です。さてと、じゃあ、安倍元首相の続きいきますけども、宗教団体のね、まあ、この団体側の発表があったりとか、あとこの山上容疑者の供述に、なんかこの宗教団体とお母さんの話が出てきたりとか、なんかこの山上容疑者、お母さん、宗教団体っていう、なんかこの、なんか3つの、なんか、なんかわちゃわちゃやっている、そういうなんかこの報道が、ものすごい数飛び交ってるんですよね。なんか不自然に思いません？ね、例えばじゃあ、この某宗教団体に、この山上さん、ね、山上さんじゃない、山上容疑者が、所属していて、宗教団体の指示で、一信者として、動いていたとか。なこの団体の誰、ね、トップのなんかこうトップなのか、ね、幹部なのか昆布なのか知りませんけど、ね、この指示 でしかもこのなんか武器とかさ、その製造方法か、とかなんかそういう材料とかさ、なんかそういうのもろもろなんかこうね、降りてきていて団体の指示で動いていたみたいな、でそういう話があって疑いがあって警察が、ね、調べてるっていうんだったらまあわかるんですけども、そうじゃないみたいなんですよね。あくまでもなんかお母さんね、山上容疑者のお母さんがああでもないこうでもないみたいな話をしきりに繰り返してるんですよね。どうでもよくね、そんな話はね。だって山上容疑者が、ね、例えばなんかこの供述でね、なんかお母さんがね、パール半島の某国あの国に行きたいね、そんなことを言っていたね、けしからんとね、山上容疑者がその亡国行きを願う、ね、お母さんに憤っていた、もうどうでもいいじゃないですか、そんなの。なんかね、こんな不自然な流れというか、まあマスコミですからね平気でこのね、この捏造、嘘捏造をでたらめこいて、ね、この日本国民だから世論の誘導を図る、ね、てめえたちにとってこの都合がいいことはね、喜んで、ね、大々的に報じる、都合が悪いことは報道しない、なんかこの権利行使とかさ、報道しない自由か、の権利を行使するとか、平気でそういうことを散々やってきたやつらだから、基本疑ってみんなかかるじゃないですか。なんでこいつらは、ね、こういうことをね、何度も何度も繰り返して報じてるのかなと。だから当然裏があると思うんですよね。だからこの触れてほしくないところから、この、なんていうの、この、耳目、ね、我々国民の、一般国民のこの注目をこのそらそうとしている。まあよくやるじゃないですか。マスコミ連中、テレビア連中、新聞も雑誌もみんな。ということは、この宗教団体がうんぬんかんぬんなんてのははっきり言ってどうでもいい話で。じゃあ、そうだな。まずやっぱりこの一番最初のこの供述にあったさ、なんかこの政治信条のこの違いで、っていうわけではないっていう、そういうのがあったじゃないですか。マスコミっつったらどういうスタンスでしたっけ？反日勢の一角でしょ？ね、反日マスコミ、ね、パヨク界隈、ね、この特定野党界隈とかさ、ね、反日勢にマスコミも所属しているんだから、そいつらにとって都合が悪い何かがあるわけですよね。だからこの山上容疑者が、例えば、ね、なんかこの某ね、なんだろう、この監視対象になっているね、まあ反日野党界隈のいずれかとね関係があって、そこからの指示で、動いていたなんていう話がもしね、このあったならば、まあマスコミとかこの反日勢にとってね、その辺をこのね、このクローズアップされてね、この明るね、この明らかにされてってなったら都合が悪いわけですよね。反日勢のね、このマスコミの連中なんかにとってはね。でね、まだほら、情報がこの出揃ってないですし、ね、そもそも取り調べの最中だし、ね、僕なんかあくまでもこのね、このニュースとしてね、この記事なんかをこの見させてもらって、ああでもないこうでもない言ってるだけなんで、もう全然この真相には程遠い、ね、あくまでも個人的なね、そうなんじゃないのかな、ここおかしいよねって言ってるだけですからね。一応当たり前ですけどもお断りしておきますが、で、
なんだろうな、いろいろこのなんか今のところ分かってる範囲内で、しかもこのマスコミの発表したこのニュース記事なんかも、ね、マスコミ発表の内容だっていうのを踏まえて、ね、それでもいろいろこのかき集めて、なんかこのね、不自然な流れとかさ、ね、その裏側とかどうなのかな、実際のところは逆だったらどうかなみたいな、このいろいろこのね、つなげて考えると、例えばこの山上容疑者、これはまあどう考えてもね、まあ実行犯、一実行犯、言ってみれば鉄砲玉みたいなもんですよね。うん、どっかの誰かが、まあもろもろ用意して、準備して、ね、この計画立てて、ね、何が必要で、で、なんかこの、いろいろこの考える、で、この準備する、で、この指令を下す、ね、っていうのは多分別にいるはずですよね。うん。で、それが誰なのかっていうんですよね。うん。宗教団体なのか。まあ、山上容疑者のお母さんがとかっていうのはもうはっきり言ってどうでもいい話なんで、山上容疑者が何かしらこの宗教団体と、ね、関連していて、しかもその宗教団体の上にもさらに、うん、って考えるのが、うん、なんかこの辻褄が合うんじゃないのかなって思うんですよね。だからそこに行かないように、なんかこのお母さん云々みたいな、しかもなんかこのね、このなかなかもう複雑でね、このなんかこのなんて言ったらいいのかな、家庭環境ね、特殊なって言ったらおかしいですけども、まあそういう家庭環境で育ったね、この容疑者が、山上容疑者がみたいな、ちょっとなんかこの被害者面ね、でっち上げでもってこの被害者面して、あれなんかこのパターンってどっかで見たことないですかね。トアロ半島のあの国絡みのニュースってこういうのありますよね。そもそもやらかした側のくせにね、なんかこう被害者面してね、この嘘をデタラメでっち上げて、お、なんかよく似てません？うん。で、この某宗教団体ってもね、この旧統一教会、今何でしたっけ、世界なんとか家族どうしたこうした、で、その中のなんかこう分派だかなんかのね、日本なんたらかんたらみたいなのが、名前が上がってたじゃないですか。ね、徳川の連中が絡んでますよね、思いっきり。ね、だってこの統一教会時代はね、やべえ、なんかこの合同結婚式とかでさ、ね、思いっきりトアロ半島のあの国が舞台でしたよね。うん、で実際ね、このトアロ半島のあの国のこのメディア、うん、なんかもうなんかこう極力ここには触れないようにっていう、うん、もうひたすら安倍が安倍もみたいな、そういう感じですよね。うん、で日本のマスコミもね、全部じゃないですよね、大手、まあテレビでも新聞でも、大手はやっぱりこの直接この団体名はね、うん、控えて、ね、控えて、お母さん、しかもその話の内容はお母さんが、みたいな。でもね、この供述にね、このなんかこの宗教団体の関連施設で試し撃ちみたいな、そういう名前が、そういう話が出てくるんですよね。うん、で、まあなんかこのね、山上容疑者のこの供述、ね、この名指しするこの宗教団体、ね、この旧統一教会なんかが、まあ会見のこの、なんか会見を開くと発表して、でもね、例えばこの NHK なんかも、ね、このまあ大手メディア、マスコミじゃないですか、うん、その直接名前には触れないんですよね。うん、で、まああくまでも、この、なんだろう、この教団側、統一教会側の、発表ですけども、警察もどうやらこの統一教会側、この教団の方へは、ね、今のところですけども、あくまでもこの教団発表ですよ、実際は違うかもしれないですけども、警察もなんかここに関しては動いてないみたいな。で、なんかこの教団広報かな、うん、だからあの昔で言うてか、あのオウムで言うこの上油さんみたいな人いたじゃないですか。うん、なんかまあ母親はすでに信者ではないと、ね、捜査協力はするが、ね、警察から今のところ問い合わせなどは来ていないと。わかんないですよ、本当はあるのかもしれないし、うん、だからなんか、だからこれ警察もグルだったりしないのかな、ね、なんかこの例えばこの一番上は、ね、この大陸と半島からのこの、ね、この何かしらこの徳川の、ね、まあとある半島のあの国かな、うん、かな、このなんかこの例えば、そうだな、政党、ね、政治や連中にも、ね、このこびた連中、ね、手先になっている。てか、もう、もろ、ね、もろスポークスマンか、お前は、みたいな。
って言いたくなるようなやつらが、ね、このそこかしこに、ね、この与野党問わずいくらでもいるわけですよね、うん、だからまあ政界も、ね、この牛耳られている、うん、で、まあ宗教団体も、ねうん、まさにそのまんまだから、でこれもなんかこう、ね、いいように動かせられるし、うん、でそこの、うんまあ、鉄砲玉で、ね、実行犯だった。だから警察もまあ入り込まれてますからね、うん、ってなるとこれ真相究明本当にされんのって、再発防止ってちゃんと徹底させられるのって、なんかうさんくさいし怪しいっすよね、ドイツもこいつも、うん、まあわかんないです、あくまでも今言われてる範囲内で、うん、わざとなんか違う方に違う方に、うん、っていうこの話を注目を持ってこうとしてるんじゃないのかなってなんか疑ってるんですけどもね、うん、どうなんでしょう、まあ、また明日以降続報がね、入り次第ね、お届けしていきますんで、うさんくせえよな、絶対二度とこんなこと起こさせちゃダメですよね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。